い、ということで今回もですね、ドラゴンクエスト8の 3DS 版の方の実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでですね、前回なんですが、多分全部ね、動画見てない人もいら、いや最後の見てない方もいらっしゃると思いますが、無事ですね、裏ボスになるのかな、スタークさんを倒すことができました。ありがとうございましたいや結構行く、もっともっとパートいくつまで行くかなと思ってまして、そうですね、いつも完全初見実況ということをやらせていただいて、あ、そっか、考えたら2017年の8月から毎日ドラクエ動画1本で投稿させていただいてて、だから去年の夏で9、10、11、12、1、2か、今2月か、なので1年と6ヶ月かを、投稿させてもらって、なんとかですね、8のリメイク版まで無事終わることができました。やった。一応ナンバーリング一応ね、11はね、もともともうやってたんで、まあまあ、11からもともと僕のゲーム実況始まったんですが、まあ1年半をでやっと、まあ他のリメイクもありますけどね。まあそこはちょっと今後どうしようかなと。まあ11今ちょこちょこやってますし。ということで、まあ、一応 3DS 版なんですが、全部倒すことができたということで、皆さんのおかげです。ありがとうございます。なんですが、なんとね、まあまあ、僕がちょっと前回ビビったんですが、ターン制だったということでターンあんのかよって話なんですけど、まあまああれでなんすか、エッチな本でもらえるんですか、またわかんないですけど、何がもらえるかわかりませんが、どうなるかわかりませんが、まあそれをやる前にですね、まあやる前にちょっとですね、このぶっ壊れなんじゃねえかっていう、今回はですね、帝王のこの指輪っていうんですか、こちらをですね、ちょっと使って、今まで苦労した敵をまずボコっていくという。ちょっとエスタークさんは置いといてですね、こう、帝王の腕は、ってことはぶっ壊れっぽいんだよね。2倍だもんね。これをちょっとゲルダに装備して、今まで苦労したやつに、どんだけ簡単に倒せるのかっていうのをね、まあ、今回は緩く、楽しんでいこうかなと思ってますんで、皆さん、また BGM がてけら、かけておいてください。ということで、いやー、エスタークリベンジで終わっちゃったね。俺的にはもうちょっと苦しんで、いやーって、ネタバレしたくないよとか言いながら、出すかーとか言うとこまで行ってギリギリ勝ちたかったんだけど、案外早かったっていう。案外早かったね。もうちょっと伸びてもよかったんだけど、俺的には。まあいいや。ということで、まあいいや。さあ、これは簡単だったんだよね、これね。モーリー、ククル、ゲルダ、オッケー、行こう。どんな感じか、戦います。オッケー。ちょっと戦っていこう。今回は緩く、その、ゲルダの力がどんだけなのかっていうのをちょっと。さあ行きます。戦う。呪文でバイキルとは覚えてない。メガンテってそうか、ボスには効かんか、そりゃ。でもって、まあ、こっちでもいいんだけどね。青さんでも全然いいんだけどね。青さん結局、あれだ、ハヤブサキリの、バイキルと入ったハヤブサキリの方が強いのがね。ちょっとわからんのだが、まあいいや。でもって。青さん何にもできなくね。青さん何もないんだね、こうなると。ハブサキリでいいや。でもって、道具。呪文か。ゲルダ。で、呪文で。タンバリン。まあ、一回ちょっと使ってみようか。ノーマルで、どんだけいくのか。キラージャグリング。これ初めて来たけど、レベルどれぐらいやったんだろうね。1194は強いね。バイキルト。バイキルト。タンバリン。あ、強いね。ちょうど待って、呪い抜きりぐらい、呪われるぐらいだったら問題ないのか。 OK350、 いやー結構ダメじゃな、待って、やばい、倒してしまうかもしれん、待って、青さんがベホマズンで、モリーが特技エール送って、いや、あ、呪われてる、受け取っても効かないのか、なんだ、ダメじゃん、呪われてんじゃん、もう何やってんのこれもう違うじゃん、もう呪いとかあんのか。 OK163、 あ、でもやっぱり強いからあれだね、強いからやっぱ油断はできないよね。どうしよう、呪いってどうやって解くんだっけ呪いってどうやって解くんでしたっけ、これ、ヒアリク、眠り麻痺、治らんやないか、倒すか、ちょっと、もうなんもうこれ、ゲルダ OK、 行くぞ、特技行きましょう、キラージャグリング、キラージャグリング1183か、バイケルド、どっちが強いんだろうか、ビギラゴン100のバイケルド入ったやつをちょっと入れたいよねちょっと行ってみたいので、そこまで無理なのか、そこらちょっと無理だな。
青さんが倒してしまいそうな気がする。ジャグリング4回か、534か。青さんと変わらんのかな。これで1000いくんだもんね。だ倒しちゃったいや倒してもうた、すいませんでしたすいませんでした。ちょっとこれじゃ話にならん、こんなしにならん。めちゃめちゃ強かったの、これ強かったよね。あつめちゃめちゃ強くはないのか、めちゃめちゃ強いって感じではなかったかいや今回ちょっとゆるいいじゃん、こうウィニングランみたいになっちゃったよ。もうまあ終わった後のこのちょっとゆるい回っていうことで皆さんよろしくゆるい感じで今回行かせて。ちょっともうちょっとでっけえダメージ欲しいな。あ、いたね、いたね、来たね。さすがにジェシカとかもう一回言わいいわあそこら辺はいいだろう、あそこら辺まで行きたくないよね。ちょっとね、遊び、僕遊び会ってことで呪文なんかないんかな。ギガデインとか使ったことないからな。オッケー、行こう。で特技エール、また呪文で倍切るとタンバリン、オッケー、いいね。お、早いね。倍切るととテンション34、結構強いね。これだけでどんだけいるの。2831、つえーなすげえな。ナイフじゃねえじゃん、なんか大砲みたいな。お、いいねいいね、3匹出てきた。いいよいいよいいよ、任せろ、任せてくれ。呪文オッケー、ベホマーズ、そして、特技エール、そしてタンバリン使う。え、なんかないのかな、なんかないのかな、なんかない。打ちたくないんで、まあいいわ、まあまあまあジャグリングから打とうか。まあまあこんなもんでしょう、まずはね。まあいい、まあまあまあこんなもんでしょう、まあこれはいいです。まあまあこんなもんでしょう。オッケー、エール、次のターンだね。20ちょうだい、20。オッケー、回切ると力、オッケー。まあ次じゃない、爆弾みたいなのが飛んでくるでしょあのナイフというだろう。そうそうそう、いいねいいねいいね、いい感じだ、いいねいいね、いいんじゃないですか、いいじゃないですか。で、まあ、できたら OK ね、使いたいところね。さあ行きましょう。50のバイキルトで、バイキルトでなんだっけ、でね、のキラージャグリング OK で、ベホマズ来てしまったら、まあいいや、まあいいや、まあいいや。どれぐらいいく、50か、強すぎるバカみたいに強いんだけど強え、すげえ、あのなんつうのお手玉みたいなナイフが1000ダメージ与えていくんだけど、すごいなこれ、山やばくね。2倍はでかいね。まあ種も回収しつつ、いいねいいね、楽しいね、超楽しいね。これどこまで強くなれんだろうね。力か、キラージャグリングってバイキルト入るってことは力か、強さやるか、やる、そこまで、どうすっかな、ちょっと考える、考える。ゲルダ、あ待って、今強さでゲルダが力が328、これどこまでいくんだろうね。999っていくのかな、いくのこれ。力の盾って何個持ってんだこれ、力の力で26個か、1回使うと何個、328か、328から2か、2しか上がらんのか、2ずつ上がっていくのか。またこれゲルダでいいのか、これ青さんじゃないのか分からない、どっちが強いんだろうね。最終的にどっちが強いのかがちょっとよく分からんのだが、でも今の感じのキラージャグリング見てると大して変わ一緒なんだよね。50と50ぐらいなんだよね多分、今の青さんと。最終的にどっちが強いのかをちょっと知りたい。まあググればすぐ出てくるよね、すぐまあ出てくると思うんだけど。いきます、呪文バイキルト、オッケー。で持って道具、また違う違う使う、オッケー。キラージャグリング行こう。なんかなかったっけ。1113、強いね、いいね、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。今までのね、積年の恨みと言わんばかりにバイキルト、いいねよしよし強い。529か、うわー、もうやっぱり強いね、言っても強いね、やばね、強い強い。ゲルダタンバリン使う。さあどうしましょう、防御していきましょう一回。いや死ぬのかい、あっ
あいつザラキーマ持ってきやがった。50頑張り。あ、行かない。まあいいや。呪文ザオリカオさんね。でもって使う。そしていきましょう。50はバイキルトのキラージャグリングいきましょう。ね、やばくね。ゲルダー頭おかしいぐらい強くなっちゃう。なんかいや、なんだろう、なんつったりだろう、11の神を思い出す強さだよね。お、ぶっ壊れてんじゃん。ぶっ壊れてんだけど。あ、また青さん死んでしまった。青さん楽しいね。なんか11を思い出すな。俺なんか11でやってたじゃん。なんかずっと、まあ、ずっとやってたじゃん。やってたじゃん。なんかなんだっけ、素手だけで倒すとか、なんかいろいろやってたじゃん。あれを思い出すよね。超面白いんだけど。面白い。これどんだけ強くなんの。頭おかしいぐらい強くなんでしょ、多分。なるよね。でも種集めがな、大変だよな、種集めな。キラージャグリングの、何依存なのかだけちょっと調べて、力だったら999でぶっ放してみたいよね。これなんか、麻痺とかなるんじゃなかったっけ。多分そんなんだったよね。麻痺とかなったような、ならんかったような。でもこれでもあれでしょ多分。うわー、いっぱい出てきた呪文。まあまあまあ、メホマズにしときましょうか。じゃあね、特技呪文でバイキルとジャグリング OK。 一撃で100ちょっと入んだな。結構いくね。タンバリンいいね。メホマズ早い、すんごい早い。超溜めている、強いね。154か。オッケー。子供、いやー、これか。聞かない。オッケーオッケー、ナイス。聞かんのかい。誰も聞かんのかい。呪文ベオマズ。そしてモリーをゲルダで持ってタンバリンで何しよっかな。一撃で倒してきたよね。一撃で倒したよね。まあ先に入ると思うんだ俺。ジャグリング、そう。あ、待った、ちょっと待って、やばい、失敗した。あ、待った、そうだ、忘れた。まあいいや。まあいい。すげえな、大砲みたいなのが飛んでくんだな。揺さぶった。447、結構20ぐらいちょうだい。50きた。ワンじゃね、次で。よし。あ、やべ、死んだ。おぉ、まだ死ぬんだ。やっぱ強いんだね、ここの敵ってね。ベホマズ道具タンバリンを使う。いきまーす、ジャグリング。あ、ダメ、いかない。さあ行こう、大砲飛ばせ。笑っちまうぐらい強いんだから。あー、待った、ベホマズ待って、ザルグしねえや。50か。オッケー、まあいいや、待って、仲間を呼んだ。あ、2匹ぐらい来んのかな。オッケー、待って、こんな楽勝になったぜ。また青さん、ちょっと、めんどくせえから、ちょっと青さんさ、50のさ、ギガ電ってどれぐらい出んだろう。これ倒そう、こっち。ちょっとあっち行こう、あっち行こう。でザオリクでオッケーね、ジャグリングオッケー。いやー強いね、いやー強いね。ギガ電900しかいかんのか。そんなもんなのか。危ない。聞かんのかいって。で、何も聞かんのかい。何が強いんだろう。青さんとかの方が強いのかな、逆に。ちょっと試してみたいね。青さんとかが強かったりして。いや、キラージャグリングよりもワンチャン強いんじゃないのかな。どうなんだろう。ありえそうだよね。使う。行こう。いや、これ強いんじゃないのかな。どうだろう、どう。あ、やべ、ククールが、またククールに持たすの忘れた。やべ、また持たすの忘れた。また持たすの忘れてた。セパタイ相手にした、すいませんでした。 OK。 あ、終わってしまった。
終わってしまった。ちょっと次、青さんでやってみようか。青さん。青さんの、いや、わからない。100で打ってみないとわからないよね。100たまんないんだよな。ここの敵でやるのがちょっとそもそも失敗のような気がする。なんか、ゲルだ。装備。で、これを渡して、青さんね。OK。星降る腕は、OK。でもって、武器がないんだよね。はぐれメタルの剣がないんだよね。剣ってなんかすげえのなんかなかったっけ？まあいいや。ちょっと、また間違えた、また間違えちゃった。作戦で、まあ満タンでいいでしょう。青さんにちょっと少しやってみる？そうすると、どうしよっかな。道具で、ククールが、渡して、ゲルだ。これでもがいいか？オッケー、行こう。よし、行こう。青さんに頼んでみようか。どんだけ行くのか。500くらいダメージ出るってことは、あれ装備してるから1000行くってことでしょ？で、それにバイキルトで、どっちが、まあ、もうこの敵は向いてないよね。向いてないね。普通のどっかの敵かなんかで試した方がいいかもしれない。どっちが強いなら、まあ、調べたらあれなんだけど、すぐ調べたら面白くないじゃん。何でもかんでも調べてやったら。これでちょっとどっちが強いのか、マッサンで特技早伏せ切りでしょ、で呪文でバイキルト。そうか、これでいくとあれなのか。1ターン目に待って、レホマラ、じゃあ待った、バイキルククールってさ、バイキルト使えないの？あれククールってバイキルトあったっけ？あ、ククールってバイキルトないのか。あ、あった、あ、あるあるじゃん、あるじゃん、あったあったあった、オッケー。青さん、おい、ワン、1ターンで全部入るの？オッケー、よし、行こう。バイキルト、オッケー。いいね、この流れが一番いい。だククールがベホマズに使えるちょいの。558A、 やべ、大丈夫、やべ、やばい、オッケー、ナイス、大丈夫。青さん頑張って、3638、めちゃめちゃ強いな。ちょっと待って、俺強いな、やっぱ強い。はやぶさ切りのがこれ強いんじゃないのか。はい、待って、やばい、死ぬわ、簡単に転ぶなお前ら。まだ強い、もうここら辺の、やばい、やばい、青さんだけだ。ちょっと一回ベホマズ、あれ青さんの方が強いんじゃないのかな。待って、やめて、もう 100発100中なんこれ。やべ、やべ、やめて、やめて、オッケー。ちょ、ベホマーズ入れさせてもらえないですか。青さん、道具、タンバリン、いや、オッケーオッケー、ナイス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 。でも星降る腕は装備できないのがちょっと辛いところがあるね。でもそうする方がいいのか、青さんが最後に攻撃できると。オッケーオッケー、うん、まあ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 、こんな感じでいいんじゃない。で、特技で早伏せ切りで、タンバリンで、呪文で、これね、ククールがね、ベホマズンさえ撃てれば、ナイス、いい感じ、いい感じじゃない。いこう、20、オッケー、ククールお願い、よし、50、よしよしよし、どれがいくんだろう。ちょっと全部入らなかったね、全部当たらなかったね。あれ600ぐらいいったんじゃない、あれちょっとおかしい、あれこれの方が強いんじゃないか。ちょっとそんな気がしてきた。あれ、ちょっと待って、これ、あれこっちのが結構素直にいける、素直にいける、いけそうじゃない。あれ、素直にたまりやすい、いったんでバイキルとテンションテンションからちょっといっぺんに一旦で全部貯めれるよね。違う違う、モーリーがあれなのか。そっか、エール送らせればいいのか。だから20、そうするとモーリーのタンバリンをククールに渡せば20、50、100にワンチャンいけるってこと。あ、これいけるってことか。いや、じゃあ、バイキルトがダメだ。ある、そうか、入れなきゃいけないのか。そうか、バイキルトがあるんだよね。バイキルト。あ、それでいけんのか。あ、これでいけんのか。ん？待ってくれ。
バイキルト欲しいのか。バイキルト欲しいのか。どうする？いやー待ったな。バイキルトって攻撃力どれぐらい変わるんだろう。2倍ぐらいなんだっけ。いやーどっちがいい。まあ、いや、ちょっとこっち、こっち行こう。戦います。行きます。ちょっとこれすごくない？これ結構すごいよね。まあ、どっちにしたって一緒か。バイキルト、青さん。タンバリン。タンバリン。行こう。はい、はい、はい。力を貯めている。あー、これね、波動バカだったな、そういえば。そうか、波動バカか。オッケー、372。338。あれ、あいつ物理がそんなに効いたっけ？オッケー、いいね。よし、行こう。で、持って、特技。はやぶさ切るでしょ？で、道具じゃなくて、特技でエール。で、持って、タンバリン。タンバリンね、オッケー。いいね、いいね。凍てつく波動やめて。オッケー。おっしゃ、50来た。ナイス！いや、いかんかった！でもみんな言ってる。すげえな！待て。5779。強いな。やばい、待って！やめて。あ、やばい、死んだ。死んでしまった。いや、強いな！めちゃめちゃ強いじゃん。待って。エール。まあ、終わるでしょ。お願いします、青さん。100いってるね、2人。ちょっと待って。いや、待って、2人が100いってる。やばい。まし、いや、こんなんやらんでも、二人に攻撃されたら終わったのか。ハイテンションやった。ちょっと、ハイテンションの無駄遣いがひどい。ひどいんだけど。いてくれ。いてくれ。20になった。終わった。ちょ、ハイテンションの無駄遣いがすぎるだろ。すぎるだろ。でもやっぱこれハイテンションでもやっぱあれだったね。やっぱね、ハイテンションやっぱゼシカ怒りのハッスルダンスっていう言葉には勝てないよね。勝てないね。自分で言ったけど笑っちまったもんね。ゼシカ怒りのハッスルダンス、なかなかあれは僕の中じゃ忘れられない。いやもうこれで分かったね。どっち、やっぱ青さんの方がいいのかな。でベホマズンがね、欲しい的にはちょっと辛いのかなと思うけど、どう、どんな感じですか。まあでも楽しかった。楽しかった。これ次誰だ誰だ次だ誰で、誰でしたっけ。いやまあこれも早いか。まあいいや。さあということで、まあ今回はですね、まあちょっと、チートアイテムではないんですが、ちょっと超強い。まあ誰だ、青さんか。帝王の腕輪ですか。これを無事、これをですね、まあ結構、スターコ倒して、手にすることができたので、使ってみたという動画になります。いや楽しかった。すいません、僕の趣味全開というかお遊び全開の動画になってしまいましたが、いやー面白いね。だからこれ青さんなのかな。100でエスタークにぶち込んでみてえな。100エスタークが多分2万超えてたでしょ HP。 うん、そうそうそう、超えてたんで、うん、あーどうやらこれ100でバイキルトかかってて、これもう装備してたら、7、8000ぐらいいきそうだよね。ドガーンっていきそうだよね。まあ、どっちが強いかちょっとわからないんですが、うん、はやぶさの剣の方が強いのかな、ちょっとわかりませんが。まあ、いや、とにかく今回この辺で終わりたいと思います。次は、ちょっと、まあ、ちょっとまたですね、エスタークの方の、単性の方をちょっとこの、試してみようかなと思います。ただ、あれも運だからさ、大して、変わるかね。これを装備したからって。っていうのはちょっとあるよね。なので、まあ、ちょっと単性だから、何段までなのかちょっとよくわからないですが、まあ、ちょっと次やってみたいなと思います。ということで今回はこの辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもお願いしますね。それでは皆さん、バイバイ。